今日オリンピックの聖火リレーが、宮城県の自衛隊の基地に到着してですね、ギリシャから。で、いよいよ、オリンピックがムードで、日本ではですね、いよいよスタートだということで、聖火リレーが全国47都道府県回ることが始まったわけなんですが、このオリンピックについて、安倍総理はですね、先日、G7 の、テレビ電話会合で、一致団結してやると、完全な形でやるということで、G7 の他の国々から了解を得たと、こういうふうに言ってるんですが、まあ、トランプ大統領とかはそれちょっと早速否定をしているというこういう状況ですが、このあたりオリンピックについてのなんかイギリスなどの、印象というかそういうのはあるんでしょうか。まあ、こちらではもう例えばサッカーの、まあ、ワールドカップにすごい大きなあのイベントのヨーロッパチャンピオンシップというか、はい、欧州選手権も延期になりましたし、まあ、BBC でも、まあ、東京五輪どうするんだという、まあ、ほぼ否定的な意見が多いですし、まあ、そもそもやっぱり選手とかコーチとかはですね、この状態に移動するっていうのは難しいと思うんですけどね。そうですよね。まあ、ちょっと政治のことは、一旦置いといてですね、あと気になるのが、はい、今イタリアも含めてですね、ヨーロッパの方にこのいわゆる、アウトブレックというか、このコロナウイルスの発症の地が移ったというようなことで報道されてるんですが、イタリアはどうも致死率が高いんじゃないかと、例えばジョンズ・ホプキンズの、ソースを使ったり、あるいは WHO を使うと 8% を超えているような感じなんですが、このあたりは得意な状況にあるんでしょうか。まあ、イタリアの場合いろんな説がありますけども、はい、まあ、一つにはやはりイタリアで結構高齢社会で、まあ、今回被害あった方っていうのは高齢者が多いと思うんですよ、うん、でおそらく年齢調整すると、まあ、実質自体年齢別の実質っていうのはそれほど変わってこない、まあ、もちろん分母が違ってくるところもあるので気をつけなきゃいけないんですけども、一つはそういう人口の年齢別っていうのは一つと、それからまあイタリアの場合はやはり数週間おそらく、まあ、見過ごしたというか、まあ、後手に回って気づいた時にはもう完全に感染爆発して、で医療機関の体制が整ってないうちに限られた医療機関にバッと、まあ、人工呼吸を必要な患者が殺到したので、まあ、パンクしたという状況があると思うんですね、うん、だよく言われるのは検査したから患者が殺到して医療崩壊になったと言いますけど、そうではなくておそらくその後手に回って、特に今日本にも言いたいんですけども、まず検査で人を見つけると同時にやっぱり備えて、とにかく医療機関のサポートですね、うん、やっぱりその呼吸器とか、まあ、必要があるエクモっていう機器をどういうふうに融通し合うか、一個の病院じゃできないですから、その体制作りって本当に大事で、まあ、やっぱりそこはイタリアからの教訓を学ぶべきだって、本当に今必要なのが医療側のサポートですよね、うんうん、でそのサポートに関連して先ほど申し上げたテストをやりすぎると、うん、医療崩壊を招くという、うん、こういうような、意見が日本では多いんですが、これはどう思われますか。はい、まあ、その医療崩壊は一体何を言っているのかっていうのがあるんですが、うん、例えばその患者がたくさん来すぎてキャバを超えているということが医療崩壊であって適切に対応できないということであるならば、まあ、それは検査で患者が増えるわけじゃないですから、まず一つと、それからまあ患者が殺到するということに関しては、日本の場合今指定感染症で、まあ、軽症でも入院させなきゃいけないっていう状況があるので、まあ、やはり必要な重症の方をきちんと入院させるためには指定感染症というのを少し解釈というか少し緩める必要があるっていうのが一つと、それからやはり検査をしてきちんと陽性であっても軽症であれば家で休んでいただくというちゃんとしたその流れを作る必要があるんですね。で例えば今一番リスクがあるっていうのはやっぱりその、まあ、熱がある咳があるそういう方は普通のかかりつけの先生方はもう外来にたくさん来てると思うんですけども、うん、まあ、そういう方が全くそうした無防備な状態で、まあ、そういうリスクに暴露しているわけであって、でやっぱりそういう人を防ぐためには、例えば最初からオンラインの初診からオンラインにするとか、発熱外来あるいはドライブするみたいな形で、まあ、検査に特化した部分を作って、うん、まあ、陽性で軽ければとにかく家で休むというメッセージをちゃんとやるとか、そうしないと、まあ、本当にシステムの不備を個々の医療機関の、まあ、自己犠牲でやるっていう体制になってくると、それはもう検査運用の話よりもやはりシステムの話なので、そうしたものはきちんとやっていくことが必要だと思うんですね。なるほど。あともう一つ、インフルエンザや普通の風邪だって、うん、多くの死傷者が出ているんだと、だからなんでこんなコロナだけこんなに大騒ぎをするんだという、この否定的な意見も結構これ日本で散見されるんですが、これはどうでしょうか。ただもう
今コロナ臨床症状というのは明らかに分かってきて、致死率だけ見てもですね、やっぱりあの通常の季節性インフルエンザもはるかに高いですから、まあ、本当に人口 の, あの非常に低い、まあ、まあまあ、あの普通の通常のインフルエンザの割合でかかったとしても致死率非常に高いので、やっぱり医療需要というのは非常に大きくなると思います。今まさに欧州がそれに直面しているので、はい、やっぱり普通のインフルエンザと風邪とは全く違うという認識でいた方がいいと思います。あと一番最も気になるところなんですが、ワクチンの、生成というか、それは、いつ頃見込めるんでしょうか。これは難しい質問ですけど。難しいですけど、今世界中でいろんなワクチンも本当にあの、はい、作って、であの日本政府があの伊勢志摩 G7 の後にあの非常にサポートして作ったセピというワクチン、あの官民連携のワクチン基金があるんですけど、僕もあの科学審議員として関わってるんですけども、はい、今あのメッセンジャー RNA を使ったワクチン、モデルナという会社が 作り始めて1月から作り始めたんですけども、あのフェーズ1 の, あのスタディに入るということで、非常に、まあ、歴史的にありえないぐらい早い感じでワクチンの生産進んでるんですが、ただまだフェーズ1なので、今後どうなるかっていうのは分かりません。ですから、まあ、やはり1年、まあ、2年ぐらいかかる可能性があるので、なるほど、まあ、そのですからあの本当はワクチンができることは一番いいんですけれども、ワクチンできない間はどうにかしてじわじわと、まあ、集団免疫をどうにかつけてしのぐっていう、結構長期戦になるんじゃないかなというふうに思っています。そんなかかるものなんですか。はい、1年やっぱり2年ということの、まあ、それ早い方ですよ。早い方ですか。はい、ドイツなどはロックダウンはまあ2年ぐらい、あのウェルケルさんがロックダウン2年ぐらいかかるかもしれないというふうに言ってたんですが、まあ、そのワクチンとかじゃなくて自然感染で、はい、集団免疫という形になってくると、うん、まあ、そのぐらいかかるかもしれません。やっぱり長期戦になる。で1回例えばシンガポールとか香港のように抑えたとしても、うん、まあ、グローバルにやっぱりあのウイルス回ってますから、いつ何時こう再感染して再、まあ、第2波第3波来るというリスクというのは捨てきれないですね。だから、うん、やはり人口の、まあ、60-80% ぐらいかかるまでは収束はしないですね。 60-80%、 中国の方では、今回のこのウイルスに関してはどうも SARS に近いんじゃないかというような報道もありますが、これ実際どうなんでしょうか。ウーハンからデータとか臨床症状というのはもうすでに、あの公表されてますし、はい、まあ、致死率自体は、まあ、いろんな説がありますし、その分母、要するに全ての感染者を把握できていないので、うん、その分母の取り方によって変わってくると思いますので、うん、まあ、致死率自体は今公表されているよりもしかしたら低いのかもしれないので、まあ、そこはあの解釈は非常に難しいと思いますけれども、ただ死亡率に関しては、まあ、季節インフルエンザよりははるかに高いし、ただ SARS ほどではないというふうに今のところは考えていると思います。うん、ただ一般の方、特にあの、まあ、健常の方に関してはやっぱり8割方、まあ、通常の風邪のような症状で終わるというケースも多いので、やはりあの高齢者とそれから基礎疾患を持っている人というのが本当にあのこれから気をつけないと、まあ、重症化して、まあ、死に至る可能性もあるということを肝に銘じてほしいなと思います。まだ聞きたいことがたくさんあるんですが、ちょっと大事なことを聞かなくちゃいけないんですが、はい、高齢者がかかって、うん、若い人がかかんないという話が出てますけど、これは実際事実なんでしょうか。まあ、そこはあのまだあの要は若い人で不健性症状がなくてかかっている方が多いんじゃないかという仮説もありまして、はい、まあ、そういう方が実際にこうあの地域で広げているという、まあ、実際の専門家会議においてもそういう推測はしていると思うんですよ。はい、だそれでミッシングリンクはどこなのか、もしかしたらそういう若い人だけ、未成年者だけではなく子どもかもしれないし、まあ、それはあの可能性があるという論文もいくつか出てきてますので、まだまだその全体的な絵はまだ分からない感じですね。ですからやはり未成年者であの症状ない人が広げているという可能性は否定しきれないし、だからそこそ今日本が自粛モード疲れというか、もう大体日本いいんじゃないか、じゃあもう飲み会行こうやというのが非常に危ないです。危ないですね。なるほど。はい、今回の専門家会議でも最後の方の、別紙でですね、懇親会は会社しないさせないようにすると、ちっちゃくさ一行で書いてるんですね。あともう一つ、これを伺いたいのは大きな声をで喋らないと、これも専門家会議の別紙に入ってるんですけど、まあ、上杉さんみたいに声大きい人あんまりいないと思うんですけど、あの、まあ、妻飛ばさないという意味だと思うんですけど、あんまりいいアドバイスかどうか分かんないです。具体性は分かんないんで、ただやっぱり
まあ、濃厚接触とか閉じたところとかですね、うん、まあ、そういうのは本当に避けるべきだと思うし、イギリスは本当に、はい、まあ、ガラッと方針転換というか、はい、もう本当にパブとかレストランとか行くなみたいな、うん、まあ、本当にもうロックダウン状態で街は本当に静かになって、まだロックダウンは出してないんですけど、あの近くの店ももう人が来ないんで、もう早々に店閉めてますし、あのちょっと東京と状況は違いますね。なるほど。ニューヨークも、おそらく外出禁止令に近いものが出ているんですが、はい、どうもそのニューヨークの患者さん、感染者の増え方からすると、この今のロンドン、イギリスなどを超えるんじゃないかというような、クオモ市長の発言もありますけど、あ、そうですか、ありますよね、なるほど。いや本当にあの的確で、分かりやすい、解説、ありがとうございます。あとはもう何か、私たちができることっていうのを最後に伺いたいんですが、個人個人がもう守るしかないかと思うんですね。ちょっと政府の対応がですね、どうも、言ってることが1週間に1回ずつ変わっていくようで、どうでしょうか、個人でできることで予防。これは本当によく食べよく寝て、よく食べよく寝て、手をちゃんときちんと頻繁に洗うことですね。手を洗う、はい。あとはもう本当に、やはりできるだけあの、うん、自粛じゃないですけども、うん、あの本当に人が集まるところとかはできるだけ避けた方がいいと思います。うん、あのうがいっていうのはどうなんでしょうか。うがい、まあ、今回はですね、どちらかというとうがいよりも接触感染が多いので、まあ、うがいはもちろんそのあのコロナ以外にも疾患ありますし、はい、風邪とかインフルとかいろいろありますので、もちろんあの外が帰ったうがいするっていうのは悪いことじゃないと思います、うん、あれうがいと給水ってどっちがいいんですか。予防ですか、ええ、まあ、あの別にあの水水分取るっていうのは全然悪いことじゃないし、うがいも悪いことじゃないですが、うん、まあ、とにかく一番今コロナに関して言えば接触感染がほぼなの非常に大きいので、やっぱ手を本当にきちんと洗うということが大事です、うん、あ、これもう一つだけ最後に、はい、聞き忘れました。あのアメリカの NIH がですね、おとといですかね、18日に発表したんですが、エアロゾル感染、エアロゾルですね、が3時間最大残っていると、はいはいはい、こういうような研究成果を発表したんですが、これは空気、素人からすると分からないですが、空気感染ではないんですよね、これ。どういうことなんですか。エアロゾルっていうのは非常に細かい粒がバーって広がったので、はい、まあ、通常の空気感染とは少し違うんですが、はい、まあ、その可能性があるっていうのは否定してない結果なので、まあ、そこは注意しないとはいけないと思いますけど、はい、3時間というと、ただここまでもやはりの表面に非常に長い時間残るっていう方が非常に大事なメッセージだと思います。あ、なるほど。あの銅が、24時間でしたっけ、ダンボールが24時間でしたっけ、はい、プラスチックが72時間とか、はい、なるほど。非常に長いですね。まあ、これはもう基本的には、ね、手を洗うということで。そうですね。手を洗ってやっぱり目とか口とかすぐ触らないで、とにかく手を洗うというのは非常に大事ですね。なるほど。渋谷先生、ありがとうございました。ありがとうございます。またちょっと、この時期を見て大事な情報なので、はい、またロンドンの方につなげさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。